ちょっと小さいですか？上等上等。やった。じゃあボートに積んで次行きましょう。あんまし無理すんな。少しは休めよ。でもできるだけ電気を手に入れないと松平さんの研究パンになっちゃうし、頑張らなくちゃ。ろくに寝てもいねえんだろ。ぶっ倒れちまうぞ。平気平気、若いんだもん。倒れたら倒れた時ですよ。お前なあ。串灘姫は過労死によって荒神を滅ぼしましたなんてねやだ、それシャレになんないですよ。そうだね